答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは、受験に必要な力はなんと外遊びで身につくっていうお話をしたいと思います。これは花丸学習会の高浜先生が言ってることなんですけど、もう受験に必要な力は外遊びで全て身につくと、こう言い切ってるぐらいなんですよね。で、なんでかっていうと、例えば算数を例にとるんですけど、中学受験、高校受験だと数学になってくるんですが、やっぱメインになってくるのは文章題なわけですよね。国語もそうなんですけど。で、文章題どういうことかっていうと、何かのものを反射的に答える速さ、これがドリルの計算であったりするわけですが、文章題は考えなきゃいけないわけですね。立体問題とか、図形問題、整数問題、確率、小数の問題、すべて考える問題です。で、今特に難関校だとローテク問題って言って、知識は問わないんですよね。考えたりとか、新しい発想が必要な問題ってすごく増えています。で、その時の文章題、考えるなんですが、考えるってどこで生まれるかっていうと、子供たちはですね、良質な驚きと感動なわけですよ。そこから自分が考えるっていう行為に至るわけです。え、なんでこれこうなったんだ、うわーすごい、自分もやってみたいな、この経験がいいわけで、自然の中にはそれが含まれてるわけですよ。だって自然自体がその姿とか形、色、匂い、感触、音、それら全てがもう人工物には比べられないほど良質な驚きと感動があるわけですよね。そこを体験させることが子供の考えるきっかけになるわけです。もちろん外遊びね、前頭前野鍛えたりとか、子供たちのですね、筋力的なものを鍛えるんですけど、実は脳にとってもやっぱり最高にいい状態なんですよね。今大人になると雪って本当嫌ですけど、交通機関乱れたりとかね、滑って転んで、もう子供なんて雪なんて最高の体験だし、多分商材になってるんですね。教材だと思うんですよ。冷たさだったり、どんな形作れるのか、なんで溶けるんだろうとか、手が冷たくなるのはなんでなんだとか、そういう良質な驚き感動の積み重ねが子供が考える習慣がついてくると思います。ぜひ外遊び、お母さんもお父さんも億劫にならずになるべく外へ一緒に出かけてみませんか。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。